ドジャース、レッドソックス、20日、日本時間21日、ドジャースタジアムドジャース大谷翔平投手、30、は、1番 DH でスタメン出場。レッドソックスの先発は、前半戦ですでに10勝を挙げている右腕ベロ。1回の第1打席は0対1からの2球目、内角のスライダーに詰まらされて1ゴロに倒れた。 3回の第2打席は、カウント1月1日から外角のチェンジアップを打たされて三者比に倒れた。チニと1点ビハインドで迎えた6回の第3打席は、カウント2、1から外角のチェンジアップを、打球速度112,7マイル、約181キロ、をマークした弾丸ライナーの左中間二塁打で出塁。その後、後期が広がり、 一時は逆転に成功した。7回2死1塁で迎えた第4打席は、9円サワンブーザーと対戦。カウント1から2から外角速球を打ち上げて3比に倒れた。同点に追いつき、なお9回1死2塁で迎えた第5打席は、通算439セーブの記録を持つレッドソックスのクローザーミニジャンセンと対戦。 一塁が空いていたこともあり、深刻敬遠で一塁へ歩いた。